ト海軍の原子力空母ロナルド・レーガンの姿になります。大きすぎてまだ全体の姿は見えてきておりませんが、本日この船が目当てで乗船したという方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。あちら全長は333メートル、なんと東京タワーとほぼ同じ長さなんですね。そしてすごいのは大きさだけではありません。あれほど大きな船体を持っていながら時速およそ 60km で海の上を走ることが可能となっております。かなりスピードも出る船なんですね。そして搭載できる戦闘機の数は最大で80機以上、乗組員の人数は約6000名と、何もかもが桁外れの船となっております。さあ6000人もの方が乗り込む船ですので、もちろん船の中にも生活に必要なありとあらゆる施設が揃っております。そんな中でも私が一番驚いたのは、あちら軍艦であるにもかかわらず船の中に民間のお店、コーヒーショップのスターバックスコーヒーまで入っているんだそうです。まあ、ただですね、これは決してアメリカ海軍の軍艦では珍しい話ではないんですね。アメリカ海軍が保有している別の空母、ロナルド・レーガンではない空母、カール・ビンソンという空母がいるんですが、そちらの艦内にはハンバーガーショップのバーガーキングが入っているそうです。まあ、こういったことは日本の艦船、海上自衛隊の船ではまずありえない話ですので、非常にアメリカらしいななんて思いますよね。さあそんな原子力空母を本日は横から、そして現在正面方向からご覧いただくような形で船を進めておりますが、皆さんかっこいいおしゃれ